유리헌 <뉴일한> 텔레비 하신 유리 조. はい、えー、それでは大の皆さんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました、えー、これより、えー、次,第に次第に従いまして、えー、ご報告ご説明をさせていただきます、えー、まずはじめに、えー、第2回市議会定例会に提出いたします案件についてその概要をご説明いたします 5月18日に招集・告示いたしました第2回市議会定例会は本日開催された議会運営委員会において会期は5月26日から6月13日までの19日間に決定されました本定例会に提出いたします案件は専決処分報告9件人事案件30件条例関係1件 契約締結案件1件、その他2件、予算関係9件の計52件であります。議案の概要につきましては、配布いたしました資料をご覧いただきたいと思います。なお、令和4年度、各会計補正予算の専決処分報告につきましては、年度末において歳入および歳出各項目について精査し、確定した予算などを補正することとし、 月一般会計補正予算、選決第2号では、歳におよび歳出各項目の補正のほか、財政調整基金への積立など、1億3365万6千円を増額し、補正後の予算総額を507億5450万円としたものであります。 各特別会計補正予算では、国民健康保険特別会計補正予算、専決第1号のほか、3つの特別会計で専決処分を行ったところであります。次に令和5年度、各会計補正予算についてでありますが、令和5年度一般会計補正予算第2号については、電気、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費や、 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付事業費等を追加し、補正額として3億8853万8000円を増額しようとするものであり、補正後の予算総額は485億3137万4000円となります。次に令和5年度一般会計補正予算第3号につきましては、 デジタル電園都市国家構想交付金事業費や道路メンテナンス事業費等を追加するほか、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費として、保育対策総合支援事業費および新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費を追加、補正額として5億5750万2000円を増額しようとするものであり、 補正後の予算総額は490億8887万6000円となります。なお、特別会計では、診療所運営特別会計補正予算第1号のほか、3つの特別会計を、また企業会計においては、水道事業会計補正予算第1号のほか、2つの会計で補正予算を編成しております。補正予算の概要につきましては、 配布をいたしました概要をご確認ください。以上が第2回市議会定例会に提出する議案の概要であります。以上であります。はい。それでは移動市役所事業の開始についてご説明いたします。まあの昨年9月に実証実験を行いましたが。 またぜひ利用したいという要望が大変多かったことから今年度より正式に運用を開始するということといたしました、えーまあ、専用の車両の中ですとかそれぞれの地域にあります公民館などで各種行政サービスの申請を受け付けますので市役所や総合支所に出向くことなく 対面ででの手続きができがることとなります実施します手続きですが、住民票、印鑑証明などの各種証明書の発行、タクシー料金助成券、市コミュニティバス無料利用者証や、入浴施設入湯料割引券などの申請の受付 またマイナンバーカードの申請やマイナポイントの申し込みを行う予定でございますなお現在ネットワークの環境がまだ整っていないために住民票や各種証明書については事前の予約制ということとなっておりますで運行の日程でありますが本日の懲戒地域から始まりまして 各地域の公民館などを訪問して、申請の受付などを行ってまいります。その際のご要望やご意見などを参考にしまして、3か月を目安に、訪問日程や訪問場所を検討してまいりたいと考えております。また、訪問予定の日程以外にも、事前にご相談をいただけましたら、 自宅へも訪問すするととといいうこととしていますそして今後7月をめどにネットワークの整備が完了する予定でありますので住民票や各種証明書の即時発行やオンライン会議システムを活用しての遠隔相談サービスを導入してまいりたいと考えております以上であります。 はい、それでは令和5年度の新型コロナワクチン接種についてご説明いたします、えーまあ、のご案内のとおりでありますが特例臨時接種の実施期間が1年延長されまして令和6年3月末まで無料で接種が可能ということとなりました、えー、接種は重症化予防目的として実施をし春開始接種の対象は 65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方、また医療従事者など、約2万7000人であります、また9月からは、秋開始接種として、5歳以上が対象となり、約4万4000人を見込んでおります。接種体制ですが 春開始接種については、市内の26医療機関の協力によりまして、個別接種で対応し、集団接種は実施する予定はございません。秋開始接種についても、まあ、引き続き個別接種を主なものとしますが、今後の接種状況を勘案しながら、由利本上医師会と協議の上 集団接種会場の開設について検討してまいりたいというふうに考えておりますまた春開始接種の対象となる方にはすでに4月14日から接種券を順次発送し5月8日から接種を開始しております えまあ、市といたしましては希望する方がスムーズに接種できるようにしっかりとスケジュールの周知や体制の整備に努めてまいりたいと考えてございます、えー、以上でありますはいそれでは、えー、スマホ相談会の実施についてご説明いたします スマートフォンの操作方法などについて、気軽に相談できる機会を設けてほしいという市民からのご要望にお答えしようということで、本市では、県立大学生を講師としてお願いをしまして、高齢者の方を対象に、スマートフォンの操作方法などを個別に相談できる事業を新たに実施いたします。 この取り組みですが、世代間によります情報格差の是正や、市民と学生との交流機会の創出にもつながるものと考えてございます。個別相談形式でありますので、相談者のペースで学生に使い方を教えてもらうことができます。こうした大学生の協力を得て行うスマートフォンに関する相談会の実施は、 全国的にもまだ少なく、本市では初めての実施ということとなります。で初回でありますが、5月28日に、えー、文化交流館、課題例にて実施をいたしまして、以降、毎月1回程度開催する予定としております。で本市では別途を実施しております、えー、教室形式のスマホ教室も継続をして実施しているほか、 オンラインサービスも拡充しており、デジタル化推進計画に基づいて、高齢者の方も含めまして、どなたも取り残すことなく、デジタル化による利便性を高めて、いつでもいつまでも住み続けられるまちづくりを目指してまいりたいと考えております。以上であります。えー、すみません。次第にはございませんか。本日はスキップですね。発表したい関係がございますので、よろしくお願いいたします。 はいえー、それでは、えー、新たに今、ただいま資料の方をおお配りさせていただきました、映画、ザ、um ・ファーストスラムダンクを契機としたまちづくりのエール交換ということで、ご説明をいたします。えー、本日、各社の方には、皆さんの方には、す、え、で、ー、にご連絡をさせていただいたところであります。あのこれも皆さんご存知だと思いますが、あのスラムダンクの映画、ザ、えー・ファーストスラムダンクの公開で、まあ、映画の中で、 えまああの参拝、選手が参拝するシーンの神社が、私どもの森子大物神社にまあそっくりであるということでありまして、聖地巡礼ということで、今、森子大物神社の方には、すでにですねあのまあゴールデンウィーク中にはもう1500名を超える方々、今週日曜日までにはもう2000名を超える方々にまあ聖地巡礼ということで、 おおいいいででをいただいておるところでありますまた能代市の能代バスケミュージアムにも聖地巡礼ということで多くの方々がおいでいただいているということでありました、まあ、そうした中私どもと能代市さんと両市では情報発信の強化ですとか周遊観光の活性化に今取り組んでおりまして まあお互いまあそれぞれまああの取り組んでいることに対しますま、その感謝の気持ちも含め、さらにえ連携をしてえ取り組んでまいりましょうということで、エール交換をということで、今、計画をしたところであります。で日時については、お手元のこのあれですかね、5月の24日9時半から能代市役所において、 能、えー、代斉藤市長の副市長さん、そして私とでエ、えール、まあ、交換ということで予定をしております、で本市からは、ちょっとここに今ありますけれども、由利本荘市の伝統工芸品でありますゴテンマリ、五天満をバスケットの,この雰囲気に変えたものをですね作っていただきましてで、これを私の方からお持ちをして、能代市さんの方にお渡しすると。で野代市さんの方では えー、秋田杉で、まあ、作って、まだあの現物が、まあ、ちょっとまだで,できてないか、ちょっとまだ見せていただいて、まだちょっと作ってる最中とぎりぎりかななんていう話もちょっとありましたけれども、えー、秋田杉で作ったバスケットボールのものがあのお作りになっているということでありますので、まあ、それをそれぞれ交換をさせていただくエール交換というふうにさせていただきたいというふうに思っています。 あまあ、あのできればまた皆さんにも、あのまあ、この日を予定をしていただいて、取材等に来ていただければ大変ありがたいなということで、えー、ご報告を、また私も今、ここにぶら下げてますから、市としても点張りでのこういったストラップですとか、まあ、いろんなこともやって、ですね、まあ、せっかくの機会をしっかり盛り上げていきたいというふうに考えておりますので、えー、よろしくお願いしたいと思います、えー、以上であります。